大丈夫ですか？すいません、ぼーっとしていて。私は大丈夫です。ありがとうございます。私、伊吹水面です。美術部でそういうの持ってるんです。じゃないし、向いてるんです。秋っていろいろ展覧会もあるし。それで今朝も庭の花をデッサンしていて、それで遅刻しちゃってなんかそれってかっこ悪いですよね。私、1年生ですから、さん付けしないでください。その方が自然だし、いいと思うんです。水面でいいですよ。なんだかヤバそうな儀式じゃない？
通の人から見たらかなり怪しい部類の人だよ。誰よ、その奇特な人。なんか呼んだ？似た者同士って感じだね。うん、何が失礼なの？なあなあ、知ってるか？なんでもな、今日は転校生が来るんだってよ。まあそれは秘密なんだが、俺の情報も信じろって。しかもかなりの美少女らしいぞ。姉ちゃんの友達のお母さんが隣のおばさんに聞いたって言ってたんだけどな。ほらほら、俺の言った通りじゃん。シオンです。よろしくお願いいたします。先生、質問。二見さんはどこから来たんですか？趣味は？生年月日は？
見しおんです。よろしくお願いいたします。好きなものはありません。はい、わかりました。よろしかったらこちらです。ありがとうございます。いや、こちらこそ。何それ、変わった子ってことぐらいで何もわからないよ。嘘じゃないの。顔ぐらいしか覚えてないような子をいきなり好きだなんて言う？それとも一目惚れってやつかな？ま、ダミーとするにはいいかも。せいぜい本命の子に愛想つかされないようにね。今日は母ちゃんが寝坊しちゃってな。外か。いいね。
ったくった。だな。おう。そんなに急いでどこ行くのよ。だからちょっとだけ待ってよ。絶対逃げちゃダメだよ。あのね、放課後なんだけど、放課じゃないってば。放課後。違うってば。え、ともちゃん顔色悪いよ。大丈夫？なあ、ともや、今日これから予定あるか？たまにはゲーセンでも行ってパーッと遊ばないか？他の連中も誘ってるからさ。ほら、新しい格ゲーも入ったしな。
ま、先約があるんだったらしょうがないか。期待しないでおくよ。して、そうですか。ごめんなさい、遅刻させちゃって。あ、私の名前覚えててくれたんですね。それは、子供っぽいという意味ですか？本当にありがとうございました、智也さん。それは当然です。智也さんみたいなかっこいい人、なかなかお目にかかれませんから。イチョウをスケッチしてました。はい、前も言いましたっけ、私美術部なんです。それで智也さんはここで何してたんですか？なんだか切なそうな顔してましたね。ものでしょ。でも絵は綺麗な瞬間を描いた人の思いを込めて永遠に人々に伝えてくれるから。どんなものでも時が経てば変わってしまうけど、絵なら
その時自分が感じた気持ちをいつまでも残しておけるし、見る人も書いた人の気持ちがわかるんじゃないかって。よかった、智也さんとお話できてよかった。私体が丈夫じゃないから何度も入院して、芸術ですよ、智也さん。芸術の秋ですよね。は？はあ。私、そろそろ続きを書きますね。ありがとうございます、智也さん。お話ししていただいて。